はい、こんにちは、ヨネです。今日また来ました、印旛沼。ここは岩井干拓っていうところかな。で、今日はこういうアマゾンで買ったレッグポーチみたいなやつを使ってみてます。今日のルアーはこちら、16522にカルカッタ 50XT つけて、ジャックハンマー1分の1オンスにドライブシュリンプみたいなやつ、 OSP のワームつけました。で、こちら1703に21スコーピオン DC ジャークベイト 120F にこの間つけたウェイトプラスもうちょっとつけて、より水平な姿勢になるかなと思ってつけてみました。それではこの辺からやっていこうと思います。さて、今日も寒いのでグローブしてやります。今1時半ぐらい、1時23分。この間のスコーピオンが逆ハンドル逆回転問題で、ちょっとこの 50XT 使ってみるって言ったんですが、こっちはこっちで、このブレーキのシューがあれ、多分なリールのボディの内壁に擦れることによってブレーキになってるんですよね。だとするとその内側が腐食してるというか、なんかサビみたいのがあったんですよね、分解した時に。だとするともう新しいリール購入は待ったなしかなっていう。待って、全然泳がない。なんでキーパーにラインが引っかかってたのか。そうですよ、新型のリールですよ。皆さん、シマノの発表会見ましたか？まあ、シマノ派じゃない人もチェックはしてるような気はしますけど、まあ、僕の感じでは手持ちのリールスコーピオン赤メタとこの 50XT はもう引退させた方がいい気がして、でも2つ買う必要はないと思ってて、やっぱりこういう2タックルは持ちたいなって思うから、まあ、1703はビューンって飛ばすよ、まあ、20g前後超えるようなルアーに使うとして、この15101、これ1652か、1652とか15101を使うようなちょっと軽めな 10g から 14g とかそれぐらい軽めのプラグから中型のプラグぐらいの感じで使いたいリールが何かなって思った時に、まあ前にも言ったと思いますけど、ミドルクラスで僕は探したいと思っていて、そうするとバンタムかちょっと上でメタニウムで、ちょい下で SLX っていう感じですよね。で、僕は今のところバスに使うと思ってるんで、 SLX の70っていうスプール、ちっちゃいラインキャパの少ないスプールで十分僕は間に合うと思ってるんですが、どうすかね SLX。 まあ悪くないですよ、全然メタニウムももちろん悪くないと思って、いろいろ比較、シマノのホームページでね、比較できますよね。で、あとは装備ですよね。それは比較表みたいなのはできないのかな。まあ2つそれぞれのページを開いて横並びにして見比べて、やっぱり僕が気になるのはあのバンタムのブレーキシューが6個になったと、あれの SVS インフィニティ、あれがあれば DC がなくてもそんなにぶん投げなければ、普通にキャストするだけだったらいいと思うんですよね。あれ、これも逆回転した、気のせいということで、まあ今のところ第一候補バンタムなんですけど、バンタムの発売が5月なんですよね。
これどうしますっていう、やっぱりスコーピオン直してあと3ヶ月4ヶ月延命させなければならないかっていう感じですかね。ここ水路だけどそんなに深くないっすよね。このパイプの前だけだと思うんだよな。だからもう今日はね、手早く手返しよく行きますよ。さあ、こういうところにやってきました。ここは僕が印旛沼来始めの初期の頃に来てるところだと思いますが、前に来た時よりだいぶ水があるな。前はね、そこの護岸の上に立てたんですよね。こっちも逆回転するな。なんでだ。あっさり来れましたね。じゃあこのウェイトを増したジャークベイトがどうか、まずは見るところから。あ、シンキングになっちゃった。まあいいか、ナイフ持ってきてないからウェイト切れないですね。で、これラインに草がいっぱいついてるのはさっきいつの間にかこのクラッチが切れてて、自然にバックラッシュ、自然バックラッシュしてましたので、初めてじゃないかな、バックラッシュで、ナイロンラインでバックラッシュで切ったのは。やっぱりスローにも限界がある。スローシンキングって感じかな。もうちょっと軽くてもいいけどな。あぶねー、下手。この護岸がないところはね、もうなだらかに浅くなってるんですよね。でここで確かね 1.5m ぐらいだったと思うけど、2m ぐらいあんのかな。2.5m ぐらいかな。すごいブレーキかかってる。ちょっとこれはブレーキかかりすぎ。やっぱ2タックルあるといいっすね。いちいち付け替えなくていいから。あれ取れないやつか。これは近距離だけどレスキューロボだ。さあ、レスキューロボ発進。こういう感じで行くわけですよ。連結したら引っ張ると。何？そんなバカな。さあ、もう一回頼む。いけるか。ダメなの？レスキューロボが勝てないだと。今日はこれを回収するのがメインですね。これ回収したら移動します。あれ、まだ根っこが生えてんだな。ダメかな。あのね、根の付け根を切りたい。さあ、どうしようか。あのフックにガイド引っ掛けちゃまずいよな。竹の棒にフックを刺して、それで逆根がかりで。フックこっち向いてくれ。お、フロント外れた。テールのフックが、はあ、やりました。結局最終的にはこのトップガイドにフックを引っ掛けて
っ張ったらこれですよ。フックがこんだけ開きました。いやーよかった。もうだいぶねここはガシャガシャやってしまったんで移動したいと思います。あれ？またバックラッシュしてんの？なんでだよ。いやー疲れちゃった。10分ぐらい戦ったかもしれない。でもレスキューロボも無敵ではないっていうことが分かってしまいましたね。気をつけましょう。疲れた。足際注意ですね。レスキューロボもこのフックの角度をもっとキュッてやっといた方がいいかな。レスキューロボは伸ばされちゃいましたからね。開いてますね。さあこういうところに来ました。さあはい、こういうところ一応やってみますか。そんなところとか、あ、フリッピングとピッチングの違いが分かりました。糸を出すか出さないかですね。こうしてこうするのがフリッピングで、こうしてこうするのがピッチングと覚えることがたくさんありますね。さてこっち側はどうだろうな。ところどころねなんか人が入ってる形跡はあるけど、こっち岸はね結構水辺までの道のりが険しそうだったから、向こう側渡ってずっと向こうに見ながら行ってみましょうかね。一応今日の終点は神崎川を予定しております。一応ねこんな流れ込みというかあったらやりますよね。ちょっと歩きますか。さっきの対岸ですね。結局こういう場所が多い気がするんだよな。ここはどんぐらいだろう。幅6メーター7メーターぐらいの水路。そうなるとリールの円筒性っていうのはいらないし、ラインキャパもいらないし、ブレーキシステムもね、あの 4つブレーキ臭の SVS インフィニティがあれば十分な気がしてきますよね。そうなると SLXDC いらないか。 DC-XT っていうのが出たんだね。でも DC はでもあった方がいいか。でもなんとなくだけどどうなんだろうな。 DC がいいならもう全部 DC 付きのリールで、 DC スコーピオン MD っていうのがラインキャパは多いけど DC は付いてないんですよね。あれは時間の問題なのかな。次のモデルチェンジとかで DC がついたりするんですかね。その辺がちょっと SVS と DC の使い分けっていうのがいまいちよくわからなくて、そのよくわからないから自分で、ね、これもまあ SVS ですけど
これはね、ここのネジ外してスプール抜いて、スプールのこっち面にブレーキがついてるから、このコマをカチカチってオンオフしてっていう手間が、このダイヤルでカリカリってやれば調整できるよっていうのが SVS インフィニティですよね。ブレーキをとりあえず4つ全部オンにしておいて、かかりを弱くしたり強くしたりっていうのを外部ダイヤルでやるっていう、十分な気がしてきちゃったな。そうなるとスコーピオン MGL っていうのも候補に入ってくるんだよな。ただあのリール赤いんだよな。なんとなくだけど次は黒か金のリールがいいかなと思ってたんだけど、ちょっとやっぱ軽かったわね。昔から高いですからね。これもまあまあしたと思う。だから未だに引退させられずに使ってるわけですが、どうなんだろうな。あの今ロープロって言われてる、まあ、スコーピオンもそうですけど、もともと僕がね、確か小学校か中学校の時に誕生日にバンタムマグナムライトっていうのを買ってもらったんですよね。番手は忘れちゃったけど、昨日ネットで調べてみたら、僕の記憶ではネズミ色っぽかったんだけど、ちょっと濃いめのガンメタみたいな、濃いめのグレーみたいな、薄めのガンメタみたいな、なんかそんな感じになってましたね。なんかプラスチックの蓋みたいのがね、この親指が当たるところについてるんですよね。そこパカッて開けて僕はライン挟んだりしてましたけど、そういう使い方なのかは分かんないですけどね。だからその記憶があったから、とりあえずバンタムが新型が出たら考えようかなって思ってたんだけど、まあ出ましたけどね。でバンタム、ただのバンタムだっけ。でこれがブレーキシューが6個の SVS インフィニティになったということで、他に6個ついてるのはアンタレスは8個ついてるんだっけ。で軽かったとかと、軽かったは4つか。で昔の SVS はあれですよね、そのなんていうんですかね、6個だったんですよね。ただこの近年の軽かったは4つでもプラスダイヤルで調整できるから4つでいいっていうことなのか。だからバンタム6個になってより細かいセッティングができるっていうことだけど、どうなんだろうな。バンタム、僕バンタム、今回のバンタム見た目好きですけどね、そのスプールの台形とか小形とかナローとかワイドとか、そういうのは僕はもう分かんないです。ただバンタムっていう名前が懐かしくて買おうかなって思っただけなんで、特にね、買ったからって使い心地なんかいいに決まってるじゃないですか。メーカー希望小売価格4万ですよ。スコーピオン DC だって3万7千いくらとかでしたっけ。悪いわけがないって僕は思うんだけど、その違いが分かる人はやっぱりもう出るモデル全部買ってるような人ですもんね。やっぱこう今こうやって巻いてて、で隣にあるやつを持ち替えて巻いてみてってやるぐらいじゃないと、多分僕はその巻き心地とかも分かんないと思うんですよね。だいたい去年の今頃は巻き心地に金払うのかってちょっとひねくれた受け止め方をしてましたけど、でもキャスティングリールって基本巻いてますよね。だから巻き心地は大事なんだなっていうのを最近思うようになってきましたけど、巻き心地で言うとね、このカルカットも全然まだまだいけてる気がするんだよな。ただ投げた時にシャーって言いますけどね。そうそう、これこの間セリアで見っけたんですよ、サオホルダー。僕はとりあえず今2タックル使うところまでしか考えてないから2組買ってみました。ちょっとつけてみますね。はい、こういう感じ、こういう感じ。これ取説では、これパイプにつけるように書いてあるけど、僕はこのいつもベルトをここに貼ってるんで、こうプラプラしちゃうけど、この洗濯バサミで一応ここでストッパーにしてます。引っ掛けてみると
あ、いいんじゃないですか。抜けないようにもうリールを間に入れた方がいいのかな。これが普通ですかね。こうですかね。まあ、リールは間に入れた方が安定しますね。これならガタンってなっても外れて落下はしなさそう。ね、ここにゴムのバンドとか必要かなと思ったけど、いいもん見っけた。じゃあちょっと移動します。さあやってまいりました。久々ですね、神崎川。新川から2つ目ぐらいの橋ですね、これ。あそこに1台車がいるけど人影はなし。やっぱり水多いっすね。前に来た時、前に来たのは半年以上前。どっちかな、もうね、4時前。こっち行こうか。嘘でしょ。レスキューロボ届くかな。もうこれだけね、出動の頻度が高いとレスキューロボ2号機が必要な気がしてきた。助けてレスキューロボ。やっぱりあのシンキングにしちゃったのが良くないのかな。立ちくらみがする。ダメかな。橋の上からやってみるか。ちょっと橋の上行くか。ドラグを緩めて引っ張れるようにして行け。あー、街灯があるから行けないじゃん。引っ張るしかないか。角度を変えたらどう？街灯渡せないよな。行けるかな。あ、やっちった。もう引っ張ってみるしかないよな。ここまで来たらなんとなく引っ張れんだよな。気のせい？今のは切れたかな。切れたな。うわあ。もうこっち片付けようかな。もうバックラッシュ何回もしたから、もうこのラインもダメかな。20ポンドのダブルクリンチ切れるって、もうラインが傷んでたかぐらいしか考えられないかな。切れないよな普通。いやー、参った。ああ、メッキフロリダ。ショックでかい。ああ。はあ。二分の一オンス重いな。重いから両手で投げたくなる。水面に出てくるっていうのは水面を意識してるっていうことでいいんすかね。やっちゃいますか。今のがバスだとして、あー、2回目の兆候でなくした。さすがにショックでしょう。120F は2本買って1本なくしたから、もう1本ってことですよね。もういい時間なんで、もう4時半ですからね。ラストルアーでしょう。こっちはフローティング。さあ、ユーマ詰め。
釣れたらロストしたルアーも報われるでしょう。僕の気持ちも報われるでしょう。なんかボトムに当たる。怖い怖い。あれ結構水が透明だな。黄色は目立つのか。あそこは浅いんだ。ウェイト張らなくていいよ、よかったような気がすんな。十分ゆっくり浮かんでくるよ。しょうがない、自分が余計なことしたんだ。いいね。障害物近くか。でも橋桁のそばは怖いよな。手賀沼でもね、なんだっけ、でデラスピンだっけ、あの根掛かりしづらいと言われてるスピナーベイトが根掛かりするような状況にあったと思うから、橋桁付近はね砂が溜まってたりして、水が引いた時にそこに草が生えたりして、でまた土砂が流されて根っこがあらわになったりして、網があるようなもんですからねと考えて、プラグでは狙えないかな。さっきのことを考えるとね、これボトムにゴツゴツ当たってるんですけど、さっき枝みたいの拾ってきましたよね。これがボトムタッチするってことは 1.6m だけど、寒いからもっと深いところに身を寄せてるのかな。バズベイトか。じゃあアンダートゥイッチャーにしようかな。帰るか。アンダートゥイッチャーもウェイト増ししたんだけど、今日はやめとこうかな。今日はもう実験するには、だってシンキングになってたら嫌だから、白どうかな。でも日が長くなりましたね。今4時50分。でもそろそろね、飛んでるルアーが見にくくなってきた。はぁ、やめよ。もう指先が痛い。グローブしてても。それはグローブ自体が濡れてるから。温度は伝わる。さあ、危ないからルアーを外していこうかな。ジャックハンマーはフック1本だから大丈夫っしょ。ビッグベイト買っちゃおうかな。あれどうすか、畑さんの40センチのダウズスイマーでしたっけ。まああれはちょっと僕はいいですけどダウズスイマー一つ買ってみてもいいなっていう、まあ何でもいいんですけどね。ダウズ、まあダウズスイマー、ダウズビドウ、ダウズビドウだっけ。まあ他のジャッカルじゃなくてもどこでもいいんですけど、アンダートゥイッチャーはやっぱり1652の方が僕はいいかな。1703だとちょっと竿が重い。
まあ、そんな感じですね。ああ、ぬかるみ。はい。いやー、今日は使用2回目のルアーロストという残念なことが起きましたが、まあこれもバスフィッシング。いや、なるべくロストしないように考えようがないよな。まあでもまた懲りずにやりたいと思います。それでは。